はい10月も中旬を過ぎましたが皆さんははいいかかがお過ごしですか、はい、私はやはりですねすごい体調を崩して、まあ、声もだいぶ戻ってきたのですが今回はですね皆さんと共有したいことはですねあの戸隠神社からうーまだまだ続いている、えー、雨の娘のみこととの対話があってこのタイミングで2024年の「 あなたをですね、未来のあなたを呼び込むためのメッセージがありますので、最後までご覧ください。どうぞ。<music> はい、こんにちは。穴口恵子のハッピースピレルライフにようこそ。いや、まだちょっと本当になんか喉がね、枯れている状態なんですが、 なぜかというと、本当に私はこの,この3週間、結構ですね、本当にメッセージを伝えたくて、あちこちに行ってたりとかですね、そして家の中でもですね、めちゃくちゃ喋ってるんですよね。そしてライブ配信もしてたりとかで、あなるほど、でもこの、この奥の奥に何があるかで実際に戸隠から始まってるらしいんですけれども、はい、雨の渦目の見事と,といえば、もう本当にね、 芸能の神様でありもう歌や踊りにそしてまあクリエイティビティとかですね本当に何かこうどんどんとこうこうエネルギーをです、ね、放射していくねこう動かしていくようなそんなまあ神様であり女神様なんですけれども「雨のうずめの見事と,とです、ね、今日はこのちょっと一緒にこの踊りながらな感じなんですけれども皆さんと対話を弾ませていきたいと思うんですけれども。 さあ、2024年ですけれども、あなたという存在がどんな風にですね、えー、夢を、現実を叶えていきたいですか今こんなこと言われてもね、まだ、えー、12月にもなってない10月のこの中旬になぜこれなのかっていうのを思いますよね。いや、これが今なんですよ。今やっとくことがすごくあって、今が2024年を決めると思ってくださいねっていうのが、まあ、雨の薄目の御事の、えー、こう、伝えてきてることなんですよね。あなたの人生というのはね、 本当にまあ、ダンスをしているようなものなのです。どんなリズムで、えっと、どんな人とこう息を合わせて、えー、日常を送っていますかっていうことはすごく大事で、これ日常がベースになって、この2024年というのはさらに皆さんの覚醒ですね。 魂の学生、そして皆さんの全存在の学生が5次元から6次元というね、間を縫っていくことで5次元に定まっていくのですが、私たちは今、パラレルワールドの中で,ですね、まあ3次元、4次元、5次元というね、行ったり来たりしている方々の方が断然多いし、もうそのまま3次元そのままの分離の世界なんて当たり前だというね、そういう人たちも本当にえ多いというかほとんどだそうですが、この えー、少なくとも、えー、ハッピースプリールライフのですね、動画を見に来てくださっている方々は、もう宇宙天国を築いていくというね、光の柱のプロジェクトにも関与してくれたりだとかね、宇宙連合の光の評議会との、えー、連携を取ってくれていたりとかする方が、ここに見に来てくれていると思うんですが、今回、雨のうずの見事はですね、もう間違いなくですね、あなたが、えー、創造主であることのために、人生を、あなたの人生をもっともっと動かしてください。 動かない限り何も起こらないよっていうぐらいえ、パワフルにですね、あなたと共に動きまくりたいって言ってくれているんですね。じゃあ何を動きまくるにあたってはですね、2024年っていうのは、絶対的なあなたという確立した存在が、こう、まあ前に立たされていく、前に出ていく時なんですけれども、前に出ていくにあたって、えこう、やっぱり今ね、 そうは言っても、前に出てたら叩かれる。そうは言っても、前に行っても、なんか自分の中身は何もないとかですね。前に行っても自分の,この伝えたいとか、何をどうしていいかわからないっていうね、段階で、まだ今、目覚めのプロセスから、やっとこれから本当に目覚めて自分が前に立ってもいいのだとね、思っている方々への、これ、雨のうずめのみことの、からのメッセージなんですけれども、少なくともあなたは、この、 ヤオヨろズの神の一員であるという自覚をしてみてください。ヤオヨろズの神の一員として自覚をしたときにですね、一人一人にちゃんと生まれてきた目的、役割というものがあるのです。でそこに、えー、至るためにですね、あなたが一番当たり前にやっていて、すごく得意だから、もうね、なんか目をつぶってもできることは何ですかそれですよね。それがあなたの基盤になって、えー、たくさんの人々を まあ、応援する側に回ったり、たくさんの人々のコミュニティの中で、その大切なあなたという存在の役割が、こう、与えられるし、あなたがその才能を発揮するようなタイミングに来ていることに気づいてください。だからこそ、この10月のこの中旬においてはですね、今、今まであなたが、当たり前にやってて、 こんなの大したことないということは、実は他者から、他の神々から見たら、めっちゃ大したことであるということに気づくタイミングが来ています。となるとですね、あなたが周りに対してえ、あなたにどんな褒め言葉がやってきているか、すごく観察する必要があるんですね。なぜかというと、それはあなたにとってめちゃくちゃ当たり前すぎて、大したことないという評価を下しているんですが、 他者から見たら、あなたの才能はそれなんだっていうふうに言われているんです。えー、ヤウヨルズの神々は、このように、雨の渦めの御子とは、踊る、歌う、えー、騒ぐっていう得意な、ね、性質があるように、雨のたじから王というのは、ね、力持ちであ、岩刀です。一瞬のうちに持ち上げて、はい、ね、戸隠山までなな投げちゃったみたいなね、宮崎から戸隠しそんな飛ぶのかって思うような、 そういう奇跡を起こすようなことっていうのは、例えば雨のたじから音にとっては力持ちなんて、えん、ー、当たり前。えー、雨の渦めの御事にとっては歌うこと、踊ること、本当にクリエイティブなことをするのは当たり前なんですよね。そのように、天照美神は、えー、ね、雨土を照らすっていうのは当たり前。だからどうなのって思っていることでも、あなたがだからどうなのって思っていること、それが実は、八百万の神のあなたの最も素晴らしい えー、才能であるということに気づくタイミングは今なんです。今気づかなければいつ気づくのって言われてるぐらい。で、やってほしいことはあるのですが、もう本当にあなたが日常の中で、だからこそ日常が大事で、日常の中で当たり前にやってることでね、実は周りがすごく、えー、ありがたく思ってくれて、感謝してくれて、褒めてくれていることにちょっと意識を向けてください。あ、そして、その立ち止まってですね、 その周りの日常を本当に関わっている人からですね、えあなたのえ素晴らしい才能について、あなたが気づいていくために、え時間を取ってもらって聞いてほしいんですよ。例えば、あなたの本当にえ段取りですね。えこれをやりたいって言ったらですね、次から次に段取りが例えば浮かんでくるとするじゃないですか。それってあなたは 段取る達人なんですよ。具体的に、えー、何かを達成するために、これとこれとこれとこれって、1から10までこれをしなければならないねっていうことを段取る才能があったりとかですね。そして、うん、私の考えがまとまらなくってって言ってる人のあなたがもし話を聞いてあげて、あ、これはこういうふうにまとめたらわかりやすいよねっていうふうにまとめる力があったりとかですね。本当に人それぞれ、八百万の神であるということの 自覚をするタイミングが今このタイミングでやってきています。でそしてあなたの持つ持ち味。それが才能です。そしてもう一つ大切なのは、それはあなたの当たり前ではなくて、それがあなたの才能であるということを自覚して認め、褒めて、称える時間を持ってください。そうすることでその才能にさらに磨きがかかっていくわけですね。 本当に私たちは今、ヤオヨロズの神としての、えー、一人一人が唯一無二の存在として、えー、ユニークな才能があるということに目を向けて、2024年の準備が整えられていくタイミングだからこそ、今、私たちがやることを、雨の渦めのことが、ヤオヨロズの神である、えー、その一員であるあなたに伝えたかったメッセージだそうです。ぜひやってみてください。あなたの当たり前は、 あなたがヤオギョルズの神としての唯一無二の才能であるということについてお話し,しました。というわけで、穴口恵子のハッピースピリアルライフにお越しいただきありがとうございました。今日も最後のを兼ねていましたが、もし、ね、登録まだの方はぜひ登録いただいたらめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございました。